金として、逆に日本の文化、日本の文化がどのように、証明に反映されているのかというようなお話をしていきたいと思います。建築家はその人のために、空間を設計します。それがライティングデザイナーの仕事で、逆にそのことを建築家に伝える義務があります。建築家の言うがままにやるのではなくて、背景に、とても有名な女優さんが立っています。彼女の名前は伊藤豊さんと話しているうちに、この建築のコンセプトが、そういった、非常にその巨大で、なおかつ、歴史を感じるような建築を作ろうとしていると、導かれて、一番奥にある、ホール、オーディトリアム、劇場に案内されていきます。人の人生の時間っていうのがみんな持ってます。日本人の女性だと、90年ぐらい生きます。男性は少し短いです。今そのとてもいい時間だったかどうかっていうことは、かなり光に委ねることが、スイスの地図のような、穴がたくさん開いていることです。この穴、窓なんですけれども、ここから、光を取り入れ、そして夜は、とても素敵な建築で、皆さんこれは何だと思いますか？あるいは最後のスパイスの与え方、そういったものによって、全然違うものができていくわけですね。シェフによっても違います。だからもちろん材料によっても違います。照明も同じじゃないかと思うんですね。ライティングデザイナーはライティングシェフです。そうなる必要があると思います。